ニスファン、リコです。ということでダイエットに成功されたバモスさんと佐久間さんの試合が今から行われるんですけども、はい、それまでちょっと練習の時間を作ったので、はい、高尾プロに最後の悪がきということで、よろしくお願いします。まあどうにでもなるもんじゃないんだけどね。まあ、最善はね、はい、尽くしましょう。最善を尽くして、あ、いいアップをすることで、はい、試合にいい入り方をして、はい、あとはもうお任せします。そうですね、はい、頑張ってください。この1、2ヶ月の間で佐久間さん ITF 大会出られて、はい、出ましたね、ベスト8やったらしかないっすわ、ほんま。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。行きましょう。ゆっくりでいいっすよ。ゆっくりでいきましょう。ちょっとニューボールだし。はい。コートに慣れることだけでいいよ。コートに慣れることだけでいい。なんかスイングが窮屈そうじゃないもんな。それはそうだよね。だいぶ前までなんかちょっとこうこの辺りがすごく窮屈そうに打ってたから、それがなくなったね、うん、いやゆっくりや、ゆっくりや、隣は気になるだろうけど。そうですね、あ、俺だ。ニューボールだからね。ニューボールの時はかなり早いから。OK。コート。俺が早いな。バモスがこんなにあのスイングが軽やかだと思わなかった。動きどのこうのじゃないなこれ。なんかラケット振りやすいでしょ。そうですね、なんていうの、胸周りとか胴周りがさ、はい、かなりやっぱりこの首とかこの肩周りが、ね、うん、マウスボレーとか必要だったら少しやっとね、はい、うん、約10分でちょっとサーブまでしたいだろうか。ボレーいきます。うん、いやどうぞ、いいですよ。やべ、いや、なんか技術どうのこうのじゃなくて、なんかすごくスイングがしやすそうなのが、それがいいね。ありゃ、はい、ミスターさんさん、はい、すいません。体力落ちてる。フットワークよりもスイングだな、やっぱ。はい、マイキーいきます。マイキー、うん、ラストいこうか、ラスト。一応スマッシュもやっといた方がいいよね、はい、ありえるから。スマッシュいきましょうか。やべ、松田さん後ろ気をつけて。やべ、後ろ危ないです。前回があのカーペットだよね、ね、激戦ね。
ラケットが通る場所があるもんな。それが一番だよな。サーブ行く？はい、サーブ行きましょうか。佐久間さん、クロスコートでいいですか？どうですか、調子は。ちょっと体力が落ちてる気がする。体力落ちてる。まあまあ、それはエネルギーの問題だね。あのもう最悪、あのチェンジコートの時に、あの糖質取っていい。体は軽く感じるんですけど。ちょっとサーブ行きましょう。全然あの肩の回り方が違う。あ、しまった。楽そうだ。だってそんな言うほどテニスはしてないでしょ、はい、そうですね。ね、センター行きます。ちょ、まあ、前回がな、相当競った時にね。そうですね、ちょっとね、期待しちゃうところはあるけど。そうですね、サイド変わります。はい、体力だな、この疲れちゃわないようにしないとね。はい。バムスいいよ、感覚がもうよかったら、はい、エネルギーを取っておきましょう。はい、大丈夫です。 OKOK、はい、ちょっとリターンだけやろうか。はい、もう体の近くにだけ行くから。オッケー。ちょっとバック目、それいい、それいい。はい、オッケー。ラスト3球バムス。はい、ちょっとフォア側に行くよ、ちょっとスライス系。オッケー、ラスト2球。オッケーオッケー、ラスト。オッケーオッケー、いいでしょう。ということで、今から試合開始になりますが、調子の方はどうですか？はい、あの体すごい軽く感じるんですけど、体力がやっぱちょっと落ちてますね。まあね、はい、その例えばね、ずっとダイエットしながら週に 2,3 回とかテニスやれてたら、はい、話は別だけども、まあそれやっぱ暑さもあるから、はい、そういう意味ではまあアップはほどほどにしておいて。そうですね、ね、あのそれでも十分汗かいてるから、はい、このままいい形でいければいい。いや、でも、ね、こう見てるとね、もうこの辺りがね、すっきりしてるから、すごいね、スイングしやすそうな。自分は詰まってた感じですね。こんなテニスでやりやすかったっけ、自分でもなって思う。ね、回り方とかさ、なんかフォローするしてでもさ、なんか今まではこうなんかこの短い範囲で何とかしてたけど、なんか動きすぎるぐらい動けてるから、はい、そのでもただフットワークとかそういうのはやっぱ正直体力の面もあるから、あの戦い方としては無理なボールはもちろん追う必要もないし、はい、その代わりここって時はやっぱ頑張って動いて、走るべき時は走るように、はい、うまくメリハリをつけてね、いければいいなと思います。はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。はい。